地理院地図 Google ググマップ再三崎寺国造菩薩。再三崎寺は、高知県室戸市室戸岬崎町にある新温州、豊山派の寺院、室戸山、明城院と合す。本尊は、国造菩薩。四国八十八ヶ所霊場の第二十四番札所であり、土佐で最初の札所である。室戸岬崎では東西に退治している、第二十六番札所の金剛長寺を西寺と呼ぶのに、大使、 当時と呼ばれる、寺号は、室岬のい、本尊真言、脳棒はキャシャキャラバヤオナアリ、キャマリボリソワカゴエイカ、病状のデヌル方の、当時暗き迷いは、などかあらまじ、農教員、当時本尊、人横流の岩屋空海は、戸での学問に飽き足りず、19歳の延略11年頃からの、約5年間、三輪修行を続けた。空海の三教ゆびきには、 土州室戸先に近年スとあり、室戸岬にほど近い洞窟で国造旧門寺法に励んだとされる。自伝によれば空海は大道2年に佐賀天皇の直眼を受けて本尊の国造菩薩を刻み、本寺を改装したとされる。当初は奥の院四十寺のある四十寺山頂にあり、現在地に移ったのは監督年間頃と言われている。 佐賀天皇以降歴代天皇の信仰が扱った。延久2年の金剛長寺会案によれば、現、室戸地域の大部分が金剛長寺の寺領となっており、彩美崎寺は金剛長寺の支配下にあったことが伺われる。鎌倉時代末期から室町時代初期にかけては金剛長寺の十字が彩美崎寺を検体していた。昭安4年には五田上皇から寺領を寄進されているが、 これは、京都牧尾西明寺十字で当時、西寺の十字を検体していた、我方からの尽力によるものであった。略王四年、足利高氏によって、土佐の暗黒寺とされる。その後火災により消失したが、現那年間には、土佐藩主、山内忠義の援助を受けそうの最小が再興する。同等を建流七道河欄を有したという、明治に入って、神仏分離令によって荒廃するが、 大正3年には再建された。また、女人近世の寺で岬からの登山口脇にあった女人堂から拝んでいたが、明治5年に解禁された。阿南室戸歴史文化堂の指定を受けている。山と桑水もやっこそう室戸岬に近い登山口から、岬の高台に登って行き灯台への分岐点を過ぎると、二王門に至る。門を入ると右に墓間越し作りの主郎堂。 国像菩薩石像、多宝塔などがあり、左に土俵、大使堂がある。この先左手に長津場、農協所があり、正面に本堂が建っている。本堂裏には霊宝殿、聖天堂、ごま堂などが並び、最大の宿坊である変路センターの建物内には変路休憩所がある。変路センター前に駐車すると有料ではあるが、階段を登らずに最短で境内に行ける。 また、本堂すぐ横には、空海の七不思議の一つ、食わず芋の伝説にちなんだ食わず芋畑がある。昔、土地の者が芋を洗っているところに、工房大師が通りかかり、その芋を凍ったところ、これは食えない芋だと言って与えなかった。それ以来本当に食べられなくなったと伝えられる。現在は、胃腸の薬として利用される。重要文化財兼保護有形文化財。 室戸市指定文化財鉄道バス道路費人横流の岩や観音窟、和風横流の岩屋国道55号室戸岬登山口の左奥にある洞窟に空海が塔から持ち帰ったと伝えられる大理石の女遺林完全音母殺像が安置されていた。真年の同志南では、竜宮より上がった像と言われ、巨石の図紙に収められ、金剛像2体が脇を固め、両扉には、 天女が描かれていたとあり、洞の前に、世があり、彩美寺が、女人禁制であったため、ここで札を収めた、女人堂の役目をしていたとある、農協及び、見陰の授与は、彩美寺のお教書にて行っている、四十時三四十時四十時彩美寺の奥の院ではあるが、通秋寺の住職が信者と共に、旧暦三月十八日に、通秋寺から山頂まで歩き、 東廃法要している。ここでは、徳島県境から南下した時の登場順に記載する空海が巡尺の折り沸かせた不法の滝がある。詳しくは、明徳寺を山椒崩壊承認堂とその内部土中入場を果たしたといわれる崩壊承認を祀ったお堂で、東洋町の国道493号分岐と室都市教会との中ほどで近辺に建物は一切ないあたりにあって、 海岸沿いを歩く、国道55号から約30メートル山側にある、二日像は1760年この地に、地蔵菩薩を刻み飛び石案を建て安生寺を復興し、変動たちの難を助けた。そして、生涯に三千体の仏像を作ったと言われ、1769年70歳の時この地で没した、法教院等が立っている。詳しくは、二階案を、 参照1984年11月に開眼され、台座を含めた高さ21メートル、空海19歳の像である。空海が国像旧門寺法を修したところ、時間制限などあるが現在は入道可能。詳しくは、ミクリア人屈を参照四国88箇所23、薬王寺24歳三崎寺25、ツア記事、ありがとうございます。